はい、青春秘密基地アオバです。今回は様々なね車の方をちょっとレビューしていこうと思うんですけれども、こちら見ていただいているのがトヨタ最高級車のセンチュリーですね。この黒塗りのもうピッカピカですね。こう古いものからね若干ね新しいものまでねこう新旧揃っているんですけれども、かなりね本当にピッカピカ、もう黒塗りで柄が悪いといえば柄が悪くも見えるんですけれども、非常にね高級感あふれるセンチュリーですね。あとはホンダの T360 ピックアップですね。こちらの方は緑色でかなりねこうチープな感じと昭和レトロなね懐かしい雰囲気が伝わってきました。でこちらダイハツのミゼットですね。こんな感じのトゥクトゥクみたいですよね。こんなものがね昭和の頃に走っていて、またカラーリングもカラフルで、なんかねこうアジアな感じがしていて、日本じゃないようなね昭和な感じが伝わってきます。で三菱のミニカのピックアップになります。こちらの方は中の方はね真っ赤なねレザーシートといった感じで、かなり渋めな感じの昭和感強めの1台になっています。今回こちらね走行会というんですかね、ちょっとショッピングモールの駐車場にこういったね旧車の方とまたね最新のスーパーカーなんかもね集まっていて、個人的にはね古い旧車の方が好きなので、ちょっとね今回動画撮影をさせてもらいました。こちらのグロリアの方もピッカピカですよね。もうね鏡のように映りすぎてしまって、ちょっとね動画撮影するのにね映り込んでしまうということで難しかったんですけれども、こちらはねトヨペットの 2000GT になりますね。であと MR2 ですね。これはね結構ね見覚えがある年代のものなんじゃないかなと思います。でここからはスーパーカーといった感じで、こちらねマクラーレンとかフェラーリとかね、本当に様々な最新スポーツカーですね。こちらベンツですね。かなりね迫力とまた存在感ありますよね。こういったね新しい旧車の方とスーパーカーとね、こちらランボルギーニですね、真っ赤っかです。どちらかに偏ってねよくね走行会のような感じで見ることはあるんですけれども、今回はね旧車とこういったスポーツカーのね両極端な車の方がね展示されていて、かなりね個人的には興味がありましたし、またね人もそこそこ集まっていて、写真なんかをね撮影されている方もいらっしゃいました。こちら最新のねスポーツカー実際いくらするんだろうといったような高級車ばかりといった感じで、またね旧車の方もかなりね愛情をかけてメンテナンスされていることもあって、そういった面ではねある意味高額になっているとは思うんですけれども、新しいもの旧車どちらにしてもねオーナーさんの愛情を感じられるような、本当にねピカピカにね磨き上げられて、またねメンテナンスもね十二分にされているんじゃないかなといったことが伝わってきました。これはねエンブレム関係をねちょっとねアップの方で撮ってきたんですけれども、エンブレムもやっぱりね独特なロゴだったり、独特なねこのねモールディングで再現されていて、非常にね興味深いエンブレムの方がねたくさんあったので、そういったねエンブレムを通じて昭和感だったり新しいね最新スポーツカーを感じてみるのもいいんじゃないかなと思います。でこんな感じでね車の方が止まっていたんですけれども、本当にねかっこいい素晴らしい車がたくさんありました。こちらランボルギーニの赤ですね。改めてね紹介していきましょう。フェラーリの白、ちょっとね詳しいね車の名前までわからないのでメーカーだけでね紹介するんですけれども、マクラーレンだったりアウディだったり、本当にね外車ですよね。最新スーパーカーに関しては全てね外車のものが今回ね展示されていました。その代わりね旧車の方は全てがね国産車といった感じで、こちらの日産のグロリアやトヨタのトヨペット 2000GT の方もありました。最後はねホンダの T360 ピックアップの実動音とともにお別れしたいと思います。またねウィンカーランプの方が赤のテールランプがね点滅するところも昭和懐かしい風景だったんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。